久保さん、今回、あの、34にしましょうか。34で。ね、<laughs> まあ、あの、僕、今年、まあ、1月ですか、34売りましたけども、まあ、所有、もう、してないです。所有してないんだけども、なんかね、あの、思い出を楽しめるっていうね。思い出、まあ、思い出があるわけですから、その思い出を楽しむっていう、なんかまあ、なんですかね。 年取って昔のことを思い出しながらあんなことあったなーみたいな感じでそこになんか楽しみを見出すっていうことがまあ年取ったせいか昔はねなんかその乗っている所有しているまあそこに対してのワクワクだった喜びっていうのはあったんだけど手放してみてまあ年も取ったっていうのもあるんですけどもあ昔これいっぱい乗ったなーみたいなその思い出にしたるっていう楽しみ方がまあ一つ年取ってからできるようになったんじゃないかなと思いますね うんだあとはまあ楽っすよね。まあ無在庫というか <laughs>。思い出って無在庫じゃないですか <laughs>。無在庫転売みたいなのありますけど。なんか無在庫無在庫の勝ち、幸せみたいな。だからその、なんつかね、心理学者か誰かが言ってたんですけど、なんかその、死んではいないと。逆に言うと、なんかその、人が死んだ後の方が強いみたいな。要は、 結局死ん、その物質的な、その人間が死んだとしても、心の中にその人のことを日々思っていれば、結局その心の中ではその人が生きていて、まあそ、しかも生きてる時よりかそっちの思いのが強くて、ずっとなんかその、その人が生きているみたいな。なんですかね、物がなかったとしても、心の中でその描ける、そこの中に入れる、世界観に入れるっていうことであるならば、多分それが一番、まあ、最強なんじゃないかなっていう。 無無在庫でですすかからね <laughs> 無限ですからねそうだからなんだろうな,なんか久保さんが景色見るのが同じような感覚というかねうんなんかまあ年取って思うのはそういう感覚も出てきたなっていうところですね昔とやっぱ僕も違うかなと思いますねうんだからどうしたんねんって話ですけどもまあだからまあ年を取ると だ年取った時に、なんかその思い出一つすらないであるならばき、きついんじゃないかなと思うんですよね。<laughs> 思い出一つもないみたいな。だからいっぱい思い出作って、えー、年取ると、まあいい年の取り方なんじゃないかなと。思い出せるっていう。でも思い出せるものは、年取っても思い出せるものはないってなった場合、結構しんどいんじゃないかなと思うんですよね。いってらっしゃい。